こんにちは。いつも動画の方を送っていただきましてありがとうございます。即果塾の久保でございます、えー。体のね、ステーキング動画をこうやってコンスタントに3つずつ送っていただいてるわけなんですけども、やっぱり、ね、私としては暗号通貨全体も眺めちゃうわけですよね。まあ、その中でこういうふうに定期的にステーキングの動画を送っていただくと、 暗号通貨全体に対する考えも、こう、だいぶ変わっていってるなというところで、勉強になりております。ありがとうございます。で、暗号通貨なんですけども、だいたいビットコインが300万円を損、イーサリアムを25万円が損ということで、徐々にこう回復してきてるのかなというところと、やっぱ暗号通貨はね、一定金額、もう完全ホールド、長期、もしくは塩漬け、もしくは、なんかね、あの、取り出し不能になっちゃって、 えーまあ、ゼロにはならなならいいんだろうなと思いますよねそればかりか例えばビットコインをすごく安い時期ね2万とか3万の時に、えー、そこそこの量を買ってる人ってのは今そんなに焦って決済しないと思うんですよあとは余剰資金でやってる方ねこういった方も多少の変動ではねどうってことないんじゃないかなと思いますうんまあ体の焦って 法通貨買える必要もないですし、まあ、なんせプレセールで買ったってことは0.2円とかで買ってますしそれからね上場後も2円とか5円っていう時期が10円以下の時って長かったんでその時に仕込んだ方っていうのは、まあ、今価格がね60円でも70円でも80円でも、まあ、大きな含み益取ってるわけじゃないですかそうなってくるとそういう方は経験に決済しないのかなと思っちゃうわけですよ決済するのはどういう方かっていうとまあ体のとかで言ったらね やっぱこう100円とか200円を超えた時にあこれすごいなと思ってね買っちゃった方まあ高値掴みというわけではないですけども期待で買って真実で売るみたいな言葉もあるぐらいやっぱこう買った時よりも割安になった時にゼロになるよりかはって感じで損切りしちゃった人がかなり今値を下げてるのかなと思うんですよね。 税金のこことともも考慮して利格って利っあり得ます多分ビットポイントジャパンが日本に上場した時に多分ね3つぐらい波があって1兆円の決済5,000億円の決済3,000億円の決済って3つぐらい波があったと思うんですよその時がだから離脱した方の流れなのかなと思っちゃいますけどもねただまあわからないことだらけなんで、あのー、何かに依存せずにしっかりと毎日捉えていこうかと思います今後もよろしくお願いします